なんの結局そのスマートな対応ができるようになりたいよね。だからああだからそんなあのモテたいとかじゃなくて、わかるよ、うん、それあんまできんからな。あの店員さんとかにさ、できてないでしょ、このそれで今わからんけど、僕どっちかっていうとなんかフレンドリーでいたい、なんかそのそう俺いい人でいたい、いい人に見られたいというか、いい人八方美人じゃないけど、なんかその僕割とフレンドリーな、なんだろう、フレンドリーというか感じよくしようとしてる感じですね。うん、わかるよ。でしょ、うん、俺感じよくしようとはしてないんだって。なんだろうな、結局そっちの方が店員としても感じよくした方がなんかこいつとはそこまではなったことがないから、まあ過剰にあれするとあれかもしれない。作ってるわって感じなんで、本当に感じようにしてるぐらいだったら、うん、そっちの方がなんか普通に何もまず接客できて、うん、何も思わないというか、言葉遣いが悪いのかな、わかんないけど、いやなんかね、いやそんな悪く思われることは多分そんなにないと思うんだけどさ、思われてるかもしれんけど、悪く思われるって相当じゃないと思わんと思う。だっていろんな人いるから。けどなんか難しいな、なんかちょっとスマートにみたいわ。プラスアルファというか。なんかはい、ありがとうございますって別にいらない、なんか。あ、そういうのは言われて嫌な気持ちは全くないじゃん。うん、っていう感覚があったから僕は 100% 言うんだけど、僕は、ね、うん、俺も割と言うかもしれん、そういうのはとか、なんかそういう、でも言わん人って言わんからさ、言わないね、うん、そういうぐらいのは意識してというか、もうまあ普通に言うんだけど、なんか、うん、言った方がいいなと思って言ってるというか、なんかそれはできてるわ、じゃあ俺、いや、知らんけど、君の求めでそのスマートというか、それが分からん、それを大人としてたら、それは俺は大人だわ。いや、違うよ。え？それを大人としてのっていうか、それはそれをスマートとしてくれたら、そうそう、この話の発端は君だから、君のあれやってから、僕はそういう意味でそのなんか八方美人というか、その感じよく思われたい的な感じで、俺そのスタンスないもんな、してるところはある、僕は嫌われるときは嫌われていいやって思うスタンスだから、俺別に嫌われるなら嫌われていいやって思ってるから、まあでもそっか、それでいいと、まあ、そこまで考えてはないかも。